皆さんこんにちは、カンディスヨドリ。今日はですね、コロプラの最新作白猫ゴルフを先行体験できるということで、こちらを今回プレイしたいなと思います。まあ、本当はね、森尾さんとね動画撮ってたんですけど、ちょっと画面録画がねめちゃ真っ黒でわけわからん状態になっていたんでね、まあ仕方なく一人で寂しくねプレイしていきたいなと思うんやけど、まあ早速やっていきたいなと思います。いや、これめっちゃ綺麗じゃないですか。この後ろのさ、この歯の揺れ方とかリアルすぎてさ、下もなんか草生えてるかなと思うんやけど、ずっとウェーって揺れてるっていうで、まあこれで実はね、建物とか木とかあるかなと思うんですけど、ボールがそこに当たるとね、ちゃんと跳ね返ったりするんですよ。そこまで超リアルな、まあ、ゲームとなっております。まあ白猫テニスもね、なかなかリアルかなと思うけど、まあこっちの方がだいぶね、まあキャラクターも等身大っていうのがあって、非常にリアル感が増しているんじゃないかなと思います。で、やっと入ってきましたね。お、相手リアム、かっけー。茶色の髪の毛のね、こう、まあ初めの方はこの子たちが、まあ、登場するって感じだと思うんですけど、僕はシャルロットを使ってねプレイしていきたいなと思います。はい。で、まあゴルフっていうのはここにも書いてる通りですね、相手より少ない打球でカップインすると勝利、まあ穴にボールを入れるとっていうことになっているんで、まあ今からできるだけ少ない打球であの穴めがけて打っていきたいなと思います。はい。あ、これはホールインワン、一発で穴に入れるってことは可能なんじゃないですか。ちょっと厳しいから、もうこうやってね、自分が着弾する角度みたいな、こうやって変えることができるんですよ。で、今の場合やったらね、上の方に風かいてるかなと思うんですけど、左から右に向かって 0.9 メーターの風、これそんなに強い風じゃないんですけど、風が右に吹いてるってことは、ちょっと左目にしてあげると、まあ、自分が思惑、自分が思ったところにね、球が飛んでいくという感じになります。はい。で、これで、あとはまあ、これはもうほぼ 100% でいいのかな？ダメですね。だいたい 90% ぐらいにしてあげるとちょうどゴール地点なんで、90% まで引っ張って、そっからまあ極力でこの真ん中の白いとこめがけて、シュッてやる。グッドですね。まあまあらしいです。はい。これでっていくと、あ、ちょっと強すぎたのかな？ああ、めっちゃええとこや。めっちゃええや。惜しい。けど、まあラフのとこまで行っちゃったんで、まああんま良くはなかったかな。いや、これちょっと難しいよね、正直。近すぎるは近すぎるでちょっと難しかったりはするから、どうするかってのがむずいところやったりはするんやけど、まあ相手も俺と同じような感じに飛ばそうとしてる感じですね。 86% 飛びすぎなんちゃう？大丈夫かそれ。あ、まあ、まあ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 、そんな良くなかったけど、まあお互い同じぐらいっていう感じですね。私の実力、はい、で、まあさっきのね、このゴルフクラブの名前変わってるかなと思うんですけど、なんかさっきまで使っとったやつが一番飛ぶんやけど、まあそんなんやったらね、意味わからんぐらいまで飛んでしまうんで、まあ自動的に切り替わってくれるってやつ。まあこんなどっちかから選ぶことができるんやけど、この違いはいまいちわからないので、まあ俺は普通にオートで決まったやつにしようかな。で、このピッチ&ランってやつやったらコロコロコローっていくやつで、ロブってやつやったら、まあ、白手にでいう低バウンドですね。低バウンドみたいな球、こっちの方がちょっと見るおもろいんで、ちょっとこっちで打ちますね。これほんまシャキンって止まるから、いくで、よいしょ。ちょっと下手くそやったけど、これでパトン、ほらすごない。こんなん現実で打てるんかな。打てるからあるんやろね、これ。いや、普通におもろいよね。なので、これで、まあ、転がりすぎないように制御することもできると。まあ、普通にね、まあ、初め打つ分にもですね、切り替えるやつがあったりするんで、それに関しては2戦目の時にちょっとね、解説したいなと思うんやけど、あ、相手もロブ打ってますね。はい、ナイス。これでお互いね、グリーンとこ乗ったんで、みんながよく聞く、パターってあるでしょ？パターゴルフとか聞いたことあると思うんですけど、まあ、それで、まあ、やっていくって感じですね。で、まあ、旗まで、ゴールまで 2.02 メーター。で、上りでほぼまっすぐって感じになっているんで、まあ、そうですね。上りなんで、ちょっと強めに打った方がいいんですよ。なので、2.5 メーターぐらい。2.5 は行き過ぎなのかな？まあ、2.5 でいいと思うけどね。2.5 メーター、4メーターにしようかな。これで、ほぼまっすぐなんで、まあ、普通にパッて打ってあげると、きっと入ることでしょう。いいんじゃない？オッケー。今ちょっと危なっかしかったけどね。で、俺はこれな、成績的には、パー。パーがね、どんぐらいの良さかは分からへんけど、まあ、めっちゃいいってわけではないかなと思います。で、これアイテムも入れたら、多分もう一回ね、対戦できるって感じだと思うんやけど、はい、4.14 メーター、下り。逆にこれ下りなんで、4.14 よりちょっと弱め。3.9 ぐらいで打ってあげた方が良かったんちゃうかな。うん、うお、めっちゃええやん。ナイス。パー。パーです。大丈夫ね。パーパー兄弟ですね。はい。これで、まあ、エクストララウンドということで、まあ、2戦目やっていく感じとなると、まあ、俺がね、今から本気出しますわ。
これね、白手にと同じように SS みたいな打てるんですよ。あ、これ相手からか。ちょっと言うの早かったな。まあいいか。今みたいにこうやって最短距離で行こうとしたらイケポチャしちゃうんで、ちょっと右にそれて、戦っていった方がいいんちゃうかな。あれ、そのまま行く？わからん。これはどういう作戦かはちょっといまいち分かれへんけど、あ、まあ、これは普通な作戦なんかちょっと分かれへんけど、このパワーってやつですね。パワーってやつを打つと、まあ、この子の場合やったらめっちゃ飛ぶようになるって感じですね。で、まあ、こんな絶対ダメなんで、こうやってね、ちゃんと緑があるところに着弾させて、で、右に 1.7 メーターなんで、ちょっと左目に打っとこうかな。はいはいはい。で、まあ、これですね、このドローってやつが、ちょっと左に反れるよってやつで、フェードやったらちょっと右に反れるよみたいな。まあ、飛ぶね、飛距離とかも変わってきたりするんやけど、まあ、俺は今回ドローでね、パワーで打っていきたいなと思います。そう、これ必殺技とかやったらね、結構、うわぁ、めっちゃ痛くせぇ、めっちゃ痛くするな。これはイケポチャしてしまうかもしれない。でも風、信じてるよ。うわ、めっちゃやばいやん。イケポチャまっしぐら。惜しい。これが一番良くない。だから、ちゃんと正確に打てるっていうことも大事なんですよね。ちゃんと、ここに設定したから、ここに飛ぶっていうわけではなくて、さっきからずっと言ってるね、この風の影響とか、あと天候とかもね、いろいろあったりするんやけど、まあそういうのをね、考えて、まあ打ってあげるのがいいかなと思います。相手うまっ、ナイス。これめっちゃ近づいたけど、俺の方がね、打球数めっちゃ多いやつかい。ほら、見て、もう3回打ったことになってるんで、結構これはね、不利なんですよね。負けるに等しいんじゃないかな。どれにしたらちょうどいいかな。飛びすぎやなぁ。あー、これがいいんちゃうの。これで、それでもやなぁ。43、30% ぐらいで打たないとさ、ダメやん。でも、ちょっと向かい風やから、35ぐらいで打っとこうかな。いくぞ。めっちゃ遅いから。いや、下手くせえな。全然いい球打たれへん。ほんと、思ってる飛ぶっていうな。これはダメダメですね。皆さんは本当にね、こうならないように。俺も結構ね、プレイしてきてるつもりではあるんですけど、まあ、結構なんか下手くそな感じになってますね。あ、ミスした。ミスした。見て、もうもっと最悪なんですよ。なので、まあ、俺なんかまだね、マシってことですよ。はい。で、まあ、俺はロブの方がね、近い時はロブの方がマジで正確性エグいんで、これで打っていきますよ。これワンチャンハンいるんじゃないかな。105とかによっては。うわ、狭っ。これミスになる可能性高いやつ。はい、グレート。いいところでね。ちゃんと大事な時にグレート。うわー、惜しい。これピッチ&ランみたいなやつやって、いけとったんじゃん。で、80センチやったらね、こうやってタヌキがパンって入れてくれるんやけど、これ一打球扱いやから、まあ本当は一発で入った方がもちろんいいって感じやけど、まあ確実に入れてくれはするんで、まあ結構いい機能かなっていう感じですね。で、あとはこれ相手があと何打球で入れるかですよ。まあ相手の方が今打球数少ないことになっているんで、またミスしてる。これは勝ったでしょ。そんなミスしたら、あ、これ勝ったら、はい、フィニッシュ。はい、もうシャーロットの、まあ、私の勝ちという感じになっております。イエイ。結構楽しくないですか。まあ、皆さんプレイしてないからあれかもしれないですけど、まあ、もうすぐね始まると思いますんで、ぜひ一回ねやっていただけたらなと思います。で、まあ、さっきも言った通りね、モニオさんと、まあ、フレームやったって言ったかなと思うんですけど、フレームが結構楽しくてね、このね、フリーマッチを開催するっていうやつを押したら、ま、いろいろできるんやけど、まず公開設定ですね。限定ってやつにしたら友達同士にすることになるし、誰でもってしたら、まあ、そのね、プレイできる人とやる感じになるし、あと言うの忘れてたんですけど、これ、ボイチャ機能あるんですよ。なので、まあ、これ知らない人とね、喋りながらプレイすることができるんですよ。もちろんこれフレーマーだけじゃなくて、さっきの試合の時にもね、することができるし、もし喋る嫌やったらね、お互いオンにしないで喋れなかったから、あと、ま、相手の音量とかも変えることができたりするんで、もし嫌やったら0にしてもいいし、相手の声でっかと思ったらちょっとちっちゃくすることも可能だったりはするんで、まあ、これがね、なかなか白猫テニスにもちょっと実装してほしいなと思う機能だったりするんですけど、まあ、こんなんがあったりとか、まあ、コース設定ですね。まあ、ラウンド数1ラウンド3ラウンドちゃんとね目安の時間まで書いていると。で、これがおもろいんですけど、天気でね、晴れ雨大雨みたいな感じで、まあ、白テニでいうところの灼熱コートと、まあまあちゃうね、それとは違うんやけど、まあ、これ雨降ったらちょっとボールが転がりにくくなって、まあ、ちょっと難易度上がるであったり、この風速とかもさっきやったらね 1,2 メーターぐらいしか吹いてなかったかなと思うんですけど、まあ、強風ってやつにしてあげるとね、6から10メーターということでめちゃくちゃ強い風吹くんで、まあ、その分ね、こうちょもうちょい左に流してとか、まあ、いろいろ考えてする必要があったりするんで、まあ、こういうのでね、まあ、友達と遊ぶっていうのも非常に楽しいかなと思いますので、ぜひね、このフレマ機能も、まあ、ちょっとプレイしないとね解放されない
ないかなと思うんですけど、ぜひともやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、もうすぐね白猫ゴルフはダウンロードできるようになるかなと思いますので、ぜひやってみてねっていうことで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。